週明け月曜日の今日は前日との気温差に注意が必要となってきますね。はい、気温今日はあまり上がりません。はい、では上空の寒気の様子から見ていきましょう。はい、こちらは今日午前3時の上空1500メートル付近の気温の様子です。まあ、特に見てほしいのがね、このマイナス6度といったライン、そしてマイナス12度のラインなどもね、見ていただきたいと思います。はい、時間をね、進めていくとどんどんこの寒気が南下しているのが分かりますよね。まあ、昨日からなんですけども、昨日から今朝、そして今朝から今夜にかけて冷たい空気が日本列島をどん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 覆っていくというような形になります。はい、はい、今日の予想最高気温になります。これ括弧の中を見ていただきたいんですが、ほとんどマイナスですよね。はい、はい、それだけ今日の最高気温というのは昨日に比べてあまり上がらないということになります。各地の気温変化ちょっと見ていただきましょう。はい、左側が昨日の気温、右側が今日のこれまでの気温と、紫色は、今後の予想気温になります。昨日の最高気温、東京は4月並みだったんですよ。ただ、はい、今日は平年並みに近い気温という状況になりそうです。そしてもう一つ特徴は、朝よりも夜の方が気温が下がります。今日は、はい、だからそういった点も、注意してください。はい、そして札幌を見ましても同じような傾向です。昨日の最高気温に比べると今日はかなり低いですよね。はい、これでもだいたい平年並みなんですが、夜はぐっと下がって平年以下の気温になりますのでね、はい、こちらも気をつけてください。はい、そして福岡も同じような傾向です。昨日は福岡、九州北部で春一番が発表されました。はい、今日はそんなに気温上がりません。一日を通してもね、あまり気温の変化がない一日ということが言えそうです。はい、昨日との体感変化にも注意して、今日は服装選びにもご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。